さて早速佐賀のメンバーが紹介されてコートの上に出てまいりました。今日のスターター昨日と変わらないメンバーです。1番の中西亮太、2番レイナルド・ガルシア、6番のマルコス・マタ、8番西雄太郎、18番の相馬、そしてインサイドの要シェイク・ヌボジ、こちらも昨日と変わらない5人がスターターを務めます。現在8連勝中、2016-17 シーズン以来の8連勝です。浜高が中に入っていく、ラストパス、いいパスが通りました。フリーになっていた渡辺、スリーポイント、リバウンド、ボンズ、ボンズ自分でいくか、決めました。残り4秒です。ショットクロック、ガルシア、ツーポイント決めます。今日また佐賀が勝てば勝敗並んで同率で首位ということになります。ボンズ決めていきます。浜高、外での速いパス回しから谷、ボールが暴れているがジョーンズ、ダンクでいった、ワンハンドダンク。またガルシアの突破から最後は中西、決まりました。さらにはバスケットカウント、ジョーンズファール、そしてバスケットカウント。ムボシ、ローソンとのマッチアップ、渡辺、ムボシ、ムボジのダンクです。ジョーンズ、最後はフローター気味に決めていきました。今野のシュートは落ちていますが谷がリバウンドを取っています。ボンズ、ここは空いていました。渡辺、ミドルジャンパー、リバウンドガルシアです。さあここまた速攻になるか、ファール、おー入りました、ガルシア。またガルシアが行く、いやーもう今日何度この光景見たでしょうか。ジョーンズ、ムボジ、リバウンドから1本決めました。勝利、昨日に続いての連勝で9連勝ということになりました。さらにがっちり首位キープ。今月唯一のホーム開催、宝塚市立スポーツセンターでお送りしていますが。